株島は青森県八戸市鮫町にある島である。海猫繁殖地として国の天然記念物に指定されている。また、2013年5月に三陸復興国立公園に指定されている。島と呼ばれているが、内務省と海軍省の委託工事として1942年に旧海軍により2年がかりの埋め立て工事が行われ、本土と陸続きとなった。 1922年頃の株島現在の株島。白く見えるのが海猫名称の由来には諸説あり以下のものが知られている。地名は株島で島の頂上に鎮座する神社名は株島神社と表記する。海猫は魚場を知らせてくれる鳥であり、弁天様の使いとして大切にされてきた。そのため人家の近くでありながら島全体が 海猫の大繁殖地になっていて、毎年2月下旬から4月中旬にかけて飛来し、菜種の先乱れる5月頃映像、放乱、6月に孵化したヒナが7月には巣立ち、8月には島を離れていく。その数約4万羽。日本には10カ所ほど海猫の繁殖地があるが、海猫の巣を間近に観察できる唯一の場所であることから、1922年に、 天然記念物に指定された。島の頂上には、海猫監視員の常駐所がある。2011年3月11日、東北地方太平洋沖地震によって引き起こされた津波で被害を受けた。種差し海岸の北端にあたる。島のふもとの鳥居から頂上の神社入り口まで、山道の階段が続いている。神社の周囲を歩くことができるように通路が作られており、 周囲の景色が楽しめる。株島神社の参道株島神社は社殿によれば、永2四年に江ノ島弁祭店を肝心したのが始まりだという。祭人は、沈島姫命、田切姫の命、田吉姫の命の胸方三女神で、株島の弁天様として、信仰を集めてきた。弁祭店は商売繁盛や小授けにご利益があると、されているが、漁業の守り神でもある。 2015年11月5日未明全焼した。地元小学生が卒業記念に描いた天井画なども消失した。再建工事は2016年11月に開始された。海猫の繁殖期である4月から8月は影響を最小限に抑えるために工事をしなかったため、約5年の歳月がかかり2020年に再建工事が完了した。なお、木材は 青森県産のものを中心に使用している。境内には柳原白蓮の短歌が刻まれた海猫供養碑がある。株島神社付近では毎年4月の第3日曜日に株島祭りがある。繁殖期には約3万羽の海猫が乱舞するため神社境内にも足の踏み場がないほどになる。運が悪いと空から海猫の糞を浴びてしまうことになる。ふもとには 無料貸し出しのビニール傘が数本設置されているが、ほとんどの場合、破損している。ありがとうございます。